はい、晩ご飯です。梅干しがねなくなったんで、壺から出しましょうかね。今作ってますね、これ去年の梅干しですね。わ、こんなうまそうじゃの。よいしょ、ここにねこうやって入れといて出していきます。10月ぐらいまではね、食べられないんで、今、干してるやつね。これから、もうちょいですね。もう、まだ樽、桶に、一つあるじゃねえかな。でも、ちょっとあんまり、うまくいかなかったんで、一昨年だっつうか、去年、これは去年つけたんでしょ。そう、一昨年でしょ。他のは全部もっと奥に詰まったところでありますけどね。梅干しをやるのがね、季節になりましたね。今日はあれですね、天ぷら鼻が違って天ぷら作っちゃいましたね、昼またね。牡蠣揚げ、牡蠣揚げ作りました。はい、これから何やるかというと、汁を作っておしまいでいいだろうな。いろいろありすぎるからね。汁って言ったら何の汁にする？白菜がないんだな。白菜がないってことは、前とんぼの汁作ったよね。でも同じのってのもな。昨日は冬瓜でしょ、軽く冬瓜ね。でも今日はちょっと冬瓜はいいやね。ブロッコリーのスープはちょっと挑戦する気はないよ。じゃあ白菜、キャベツでいこうか。キャベツをクタクタに煮てポトフ風にするか。じゃがいもとキャベツをクタクタに煮る。じゃあ椎茸いらないよね。キャベツをクタクタに煮て、鶏でも散らそうか。確か鶏があったよね。鶏、これ鶏は焼き鳥にするんだった。焼き鳥にするんだって。鶏、豚バラをコンソメスープ。キャベツは味噌がうまいよね。味噌のスープがうまいよね。悩むね。久しぶりに悩んでおります。もっと別なことで悩めよって言われそうだよね。もっと世界の平和とかさ、やっぱ世界の平和とか。これも使いますか。これでスープにしようか。キャベツで、これは魚を明日の朝でいいでしょ。明日の朝食に豚でしょ。もう今日は揚げ物はしたくないからね。じゃあ焼き鳥にしよう。焼き鳥、トリこれね、これが焼き鳥のタレです。我が家秘伝。秘伝、はい。じゃあ秘伝の焼き鳥のタレ使って、焼き鳥作って、あとはスープ作って、まあ今日一日終わりますか。今日一日何したんだろうな。梅干し作って、あと何もしてないの。プール行ってきたんですよ。プール、今日お休みってことで。お休みってこともないんだよね。午前中、明け方から仕事してないが、そば食っちまったんだよな。そばを食っちまった、そばを食っちまった。パヤッパー。味噌汁はあるね。味噌汁は明日でいいの、これは明日またで。はい。いろんなこういうなんか残ってるものをどうするかっていうのもね、大事ですからね。そっちはまた明日、今日の夜食ってもいいと思うよ。
今日の夜食ってもいいけどよ、キャベツのスープ、キャベツのコンソメスープで豚のバラ肉を散らそう。それでどんな味になるか、あんまりうまくねえと思うよ。言っちまったよ。あんまりうまくねえなっつって料理作るんだよな。最高ですよ、きっと。いつも最高と何だろう、あなたが早くさ、いつも最高のマサヤです。すまんね、限定400万点。そうなんだよな、キャベツのスープってさ、難しいんだよね。なんていうの、連立二元、二次元、二元方程式ぐらい難しい。つまんないよね。つまんね、つまんね。はい、やっぱはい、塗ってここにね、朝切っておきました。朝ね、もうこれを予想して切ってあるんだよね、こういう形にね。パヤッパー、もうこうやって焼き、網焼きで焼いて、こうボウルに入れたあの味につければいいね。その次はこれをちょっと片付け、もう炊飯器のスイッチを入れて、じいちゃんのご飯どう、じいちゃんね、なんか復活しましたよ、復活。なんかもう今にも死ぬんじゃないかと思ってたら、今日なんかご飯パクパクと全部食って、あの外で新聞読んでびっくりした。おい、何やってんだお前って感じだよね。何やってんじゃないよ。はい、豚は豚だね。キャベツと豚か、キャベツ、これをみんな使っちゃう勢いじゃないか。ちょっとかぼちゃは残るんですね。かぼちゃは向こう、キャベツだけでいいかな。野菜たくさんやるならいいことだね。水から煮ちゃいましょうね。水から煮てクタクタにして、豚肉入れて、キャベツは味噌がうまいと思うんだけどね。どうしようかね。鶏ガラのスープでいくか、何でいくか。そんなの、そんなのはまあどっちでもいいよね。どっちでもいいよね。おう、誰かどっかでビール持ってこいって。だからこんな歌を歌ってましたね、昨日はね。はい、キャベツ、じゃあキャベツを始めましょうか。でもこれで終わりだよ。これ水でクタクタに煮て終わり、お湯クタクタに煮て終わり、お湯にクタクタに煮て終わり、しゃぶしゃぶ肉をね、ちょっとここに出しておきます。ちょっと油多いね、この豚のしゃぶしゃぶ肉ね。バラ肉だな、バラ肉。このぐらい油多いとちょっと辛いものがあるよね。湯がいてしまうか、湯がいて入れるか。
はい、向こうは向こうで始まっております。ちょっとキャベツ多いよね、どう見てもね。もうこれ煮えるとみんなクタクタになるから、もうちょっとでもいいけどね。お、なんか焦げてないんだけど、だしの素を入れて、和風のだしの素で入れます。多いかな、多い、多い。はい、次5分。中火にしましょう。で、その間に逆にしましょう。こっちだね。これをさっと湯がいて入れます。そういうことにしましょう。で、味は何にしようか。醤油にしようか。コンソメ風にしようか。鶏ガラのスープもいいんだけどね。だしの素とかいろいろ入れるだけでいいんだよね。ちょっと美味しいかどうかよくわかりません。醤油味噌でけんちんにしようか。うん、そうしよう。醤油と味噌だ。決まり。鶏ガラのスープちょっと入れて醤油と味噌に入れよう。で、豚のバラ肉は湯が湯通してね。変わった味になります。変わった味になるんじゃないの。もうだんだん入ってきましたね、水が。弱火。それでボール醤油の醤油入れちゃいましょう。またここに戻しますからね。5分、もう5分経ったらね、ここにつけて戻します。はい、やっぱあ、なんかすごい香りだ。油が多いとさ、やっぱりアクが強くてね、上に油がこう浮くからね、あれとも気にならない。しゃぶしゃぶですよね、まさにね。しゃぶしゃぶ、冷しゃぶと同じだよね。冷しゃぶだとスープにするだけ、スープにした方が美味しいですよね。冷しゃぶより。ガラガラガラ。
せっかく太ったからね、ちょっと水をやっつけちゃって、ダメだね。味噌メインだね、やっぱり。そういう顔してる。ちょっと強めの味噌。しょっぱみが入ると野菜にね、中に入るとしょっぱみがいきますから、天津味っていうのは独特だよね。おお、うん、うまい。春キャベツより今ぐらいのキャベツの方が美味しいよね、これ多分。春キャベツって独特の、あの苦味っていうか香りがありますよね。はい、でそろそろね、こうやっていきましょう。最初10分ですね、今10分経ちましたね。10分経ったところで、この熱々のお肉を中に入れています。ホツホツのお肉、醤油入れたり赤ワイン入れたりして足してます。味はね、少なくなっていくからね、これね。こっちからつけましたから、なんかうちの奥さんなんかはこれが一番美味しいって言ってます。やっぱちょっとニンニクとかなんかをね、こうあの入れたりもしてるんですよ。ニンニク醤油入れてありますからね。これでもういいね、ここはね。はい、ということで、今日は天ぷらとかものすごく昼作ったから、朝昼作ったからもう終わりです。だってほら見てちょうだいよ、これね、朝の手前やって夜は昼間で、おじいちゃんのご飯を作ることにしますか。おじいちゃんのご飯は何やろってだよね。ヨーグルト、キャベツ、ちょっとご飯粒は今チンして、あ、ご飯粒は今作ってるね、ご飯粒作ってる。まあこれでいいでしょうね。これでね、これでいきましょう。ちょっとこういうのもあるから、これも刺身もあげよう。刺身も買ってきたんだよね。刺身どこ行った、これ。刺身ないぞ、これ。これ刺身ないぞ。なんで、ほら刺身どこだ、出てこい。ないです。はい、赤身の刺身買ったはずだよ。
これどっか売っちゃったっけ。これスペアリブ半額ですよ。これ醤油つけないとな。これ塩味の刺身だろ。これにしよう。これ入れちゃおう。これで入れましょう。おかみの刺身だね。してみますか。冷蔵庫探すの結構毎日だよね。なんかこれデータベース化するか。バカか。俺はバカか。データですからしなくていいよ。本気にするなよ。ねえ、Google は冷蔵庫管理とかも考えてるんだろうね。Amazon は考えてるよね。どう考えてもね、冷蔵庫の中は何足りませんよ。なんかちょっとおせっかいになりそうだよね、あいつらね、やりだすとね。何足りない、買い足りないってさ口出しし続けるんだろうね。そう、それは健康によくありますね。なんじゃおめえ、この野郎ふざけんじゃねえぞって怒ってないかね。パヤッパ、人のなんか趣味に口出すのよな、お前。ちょっと醤油かけすぎですよとかさ、やるだろうね。ああ、成人の塩分摂取量オーバーしてますよ、マサヤさん。俺普通の人間じゃなきゃいいんだよって言ってもダメだろうね。やっぱ、はい、刺身にこれね、ママカリやねん、ママカリ食うかな。じいちゃんうまいうまいって食えばいいけどね。今酒がなくなったんですよ、この間から。なんか夏バテだと思ってメタルモセルフォーゼのような感じでさ、目玉焼きはよく食うんだわ。ここ目玉焼き入れてやんなきゃいけないかな。でも朝目玉焼き食ったらな、いいな。今日焼き鳥入れてやる、ここ焼き鳥で OK だ、 OK だ。でこっち側でなんか作ってあるから、これを、これそばでしょ。これがかぼちゃに鶏カツだな。かぼちゃに鶏、ね、かぼちゃに鶏入れてあげる。かぼちゃに鶏も入ってくる。でも天ぷらじゃないからいいか。天ぷらじゃないからいいかい。天ぷらじゃないからいいかいね。かぼちゃに鶏カツ、さてさて食ってくれるかね。ちょいと楽しみだね。ピーピー言っております。ピーピー言ってんじゃないよ。あ、これ冷蔵庫に入れてなかったら信頼してる。ごめんな、キャベツそれ食う。じいちゃんもごめんな。でも今日スープのキャベツだからな。このね、ご飯ね、ご飯、よし、ご飯トゥルルルー。はい、ご飯これを蓋してチンしましょうね。よいしょ。はい、もう一度いきましょう。5分ぐらいやるとね、ちょうどこれがこうテリテリってなってうまいよ。でまたここでこうね、熱い状態で浸かるでしょ。焼き鳥屋さんの焼き鳥なんかもうあれだよ、俺のこの脳の方がうまいから、脳の方がどうか、私のこれにも独特の旨味があります。なんかこうあれだよね、ポリティカリーコレクトな表現だよね。
ちょっとそういうの好まないよ。もっと尖のとんがって生きろや。とんがりこーんってあるなかったっけ。まあいいや、どっちでも。はい、じゃあとんがりこーんを、味噌のけんちん味だね、これ。今日ずいぶんキャベツがやわっとした感じしますよね。ばあちゃんなんかも死ぬ前はもう塩分取りすぎると脳一血になるとかそんなことばっか考えやってられたからさ、医者に騙されたわけじゃない。お医者さんも精一杯言ってくださったんだろうけど、それ外れ、ブー、全部外れ。あるわけがないんだからさ、それぞれの人間全部コロニーっていうものがあって、コロニーなわけでしょ。その中にあるさまざまな生命体の集合の関係性っていうのはみんな違うんだからさ、それを無視してるからバカみたいなことになるよね。だから医療の問題点ってそこだよね。本来比較できないものを比較してしまってるっていうところがさ、なんで統計取るにしてもさ、全く違うものの統計取ったって意味がないわけじゃない。それも分かんないからさ、僕だって人間ってあたかも同じもののように見えるけどさ、これ全然違うわけだから、一人一人がさ、パイナップル、それでさ、ラットの実験でこうでしたからこうですってさラットと人間同じように考えてるんだからさ、それはいいのよ。生命という観点から言ったらラットの人間も一緒だから、細胞生命からしたらラットの人間は関係ないもんね。だって俺らだって豚のインシュリンが効くわけでしょ。そういうもんなんだからさ。お酒は今日お休みで、もうしばらくお休みしてます。先月の21日からね、突然動けなくなったっていうか、夏バテになったとか、あれ多分ね、あの時夏バテになったってところで何も食わなくなって1週間ぐらい、あんま食わなくなったんだけど、1週間ぐらいになった時にあそこで点滴とかしてたら絶対死んでたよ。そういう感じするもん。これね、こうやって、はい、ラストです。もう十分醤油の味が初めて、てるてる、あと5分もしたら終わりね。5分でいいね。はい、5分で OK です。でここがそろそろ出来上がってきてるんで、ちょっと後片をしながら、絶対あれ死んでたよ、点滴とかの方。口で食って食えなかった、これが食いたい、あれが食いたいっていうのをちゃんとそれを示してくれてたから、だから僕なんかちゃんと料理を用意できた。それを一生懸命食べ続けてくれたんでしょ。そこが大事なとこだよね。あれ、管つけてさ、
どん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 喉からさ、これ栄養素がいるって言って入れてやることもできるわけでさ、そうするとそれなりに元気になったように見えるかもしれないけど、身体の中でどん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 変わっていこうとしてるのを無視してるわけでしょ。それはつまり、あ、今食欲ない、食べたくない、でもこれは食える、あれは食えるっていうのがあるから、それを何とかして見つけてあげてやってあげなきゃな、取ってあげなきゃな。なんか嬉しいよね、だんだん食ってくれるようになってきたからね。それであとスイカが種食う、種に、種あの捨てるから、種食わないからさ、俺は種食うよだからちょっとここで大変ですよね。まあこうやってスイカをね切ってあげて、あれが食いたい、これが食いたいっていう好き嫌い、これこそが生命の根源だよね。あんたこれ食うべきだっつって、それを無理やり喉に流し込むなんてことやっちゃいけないよ。弱ってったら弱ってったら仕方がないさ、それは。今日は嬉しかったね。スイカをね、もうドサンって食ってるんだよ、山ほど。しばらくいらねえよねっていうぐらい持ってってやったらさ、それを食ってるからびっくりだよねスイカがうんめうんめって言って食うわけだよ。じゃあスイカ食わせりゃいいんだよ。種食わねえからね、種をちょっとあの流しにペッてするのはいいんだけどさ、それ掃除するの俺だよやっぱだけどね、ここでこうやって取ってやる方が楽なんで、我々はスイカの種を選別する機械だなんかあれだね、ドイツの哲学者にそうだよね。これどっかのタッパに入れてもらってた、タッパタッパタッパッパ、あのタッパどこあると思う、まあいいか、はい、じゃあこれは冷蔵庫に入れていただきましょうかね。もうちょっと切ってみようか。スイカね、こうやって切るの。うまいスイカだね。うまいスイカだ。俺は種食うんですよね。お腹からスイカが生えるらしいよ。小さい頃そういうこと言われました。非科学的やね。そうかね種食う方が野蛮だよ。いいもん、種にね、亜鉛が含まれてるからビンビンになるらしいよ。
ならねえよ。何だ。あ、これは外に捨てる。まず1時間切る。ここパヤッパーだね。はい、パヤッパー。はい、パヤッパー。おー、うまそうじゃのー。うまそうだろ。うまいんだよ。焼きたてがね、最高だよ。鳥、焼き鳥だよ、これ。はい、そしたら焼き鳥を、ちょっとばかしいね、ということで、皆さんも美味しい晩ご飯を食べて元気に暮らしましょうよ。ほんと年取ったらこんな晩ご飯食べて暮らしたいよな。おいな、まさや。じゃあね、バイバイ。